Welcome to シルビチャンネル。どうもシルビです。飛ばせやろ。クリアしよう。クリアしよう。とりあえずクリアしてしまおう。もしかしたら、ね、できるときにやっとかないと、なんか後からやれなかったりすることもあるんで。あで、ガンダムはちょっと出てれなかったし、やるときにやっておきましょう。何がいいかな？回復かな？ミネルヴァだと思ったね。意外とこれミネルヴァ来るよ。来るって意味が分からない。何がどう来るのか。まあ普通の構成でいきましょう。射程多めに入れないと、ショッターか。12機と17機だったら17か。もうポイントとかどうでもいいんです。今は迷ってる場合じゃない。やってみます。俺空飛んでっからさ、ガーディアン入れても意味ないんだよね。久々にローゼンズル行くか。倒せっか。デュエルガンでもスコアが高いからいい。奴がいたのか。ちゃんと殴れればね。ランチャーストライカーは遠距離砲撃戦用のストライカーパックです。どうやろ。どうだろうな。ハマればハマれば。正面から攻めますっていう。おお、フリーダム反応しとった。ここは戦争するところじゃないでしょう。人が乗っているのやる。逃がすか。やめろと言ったろ。死にたいのか。この敵は普通じゃない。僕が食い止めないと。もう少しだけ持ちこたえてくれ。あーやべえ、横行ってる。気合だけで勝てる相手じゃない。これあかんな。おい、一瞬で溶けたんですけど。ばかりじゃ追い込まれるだけか。ちぃ、ちょこまかと。やめろと言ったろ。マジで早い。近づかれる前に倒さないと。邪魔なんだよ。落ちろ。そこをどけず。貴様ら。しかも下向いてるっていう。おお、12万しか殴れてね。くそ。次だ。奴を見つけるまで。
これは難易度高いな。いきなり高くなったぞ。やべえ。ちょっと、これは、このパターンは、お金がどんどん吸われていくパターンではないでしょうか。こっちだね。アークエンジェル。エース別にいいや。いなくてもいい。空だからさ、嫌だね。空っていうのが嫌だね。釣るしかないよね。で、どうやって釣るかだよね。釣るしかないよ、これ。釣っても、あとはもう、このね、こう耐久力のあるキャラクターでどっかどっか殴るしかない。分かっているのだが、どうも私はモビルスーツを忘れきれんのだ。私の力が必要なようだな。どうやって釣るか。ネオジオンの栄光のために。釣れた。全然前出てこないアイス。策的範囲広すぎだろ。一分かあれば大丈夫。結構殴れるはず。ミネバ様、行ってまいります。話し合いの余地がないとするなら、ここがお前の死に場所となる。なんだこのプレッシャーは。私を惑わせたのは、その顔迂闊だな。死にに来たか。なんだこのプレッシャーは。私を惑わせたのは、コーディネーターの力、その顔見せてやるぞ。でかい獲物だな。やめろと言ったろ。死にたいのか。私に当ててきたというのか。いけいけ。私はただ致命傷を誤った方向に持っていきたくないだけだ。手こずらせる。倒すべき相手は。いけいけ。こんな屈辱が。
い。打ちどころが悪いとこんなものか。あーと7万、結構削った。まだ時は熟していないということか。頑張ったでしょ、引っ張り出さなきゃ。よし、お金がいい感じになくなっていくぞ。まあ、だけどもう大丈夫、もう大丈夫だ。作戦開始か。了解した。モビルスーツで戦っている時の俺はマーセナスケの御曹司じゃない。でいい感じだったね今ね。あと時間がちょっとあればあれもいけてた。いやわかんねえ。ゼータ一応入れとこう。僕だって好きで戦ってるわけじゃありません。カミーユ出ます。出撃準備お願いします。わかったから、ここの辺から行けばいい。ここか、ここが美味しい。これ判定が入るからね。よし、動かすと。あれを構えを下ろしてから、こう。で、この辺から反応するはず。てくりーん。イージス出るぞ。今度こそ落とすぞ。僕たちの世界は。お前は人を不幸にする。放ってはおけない。こいつただ者じゃないぞ。アスランの友人といえども敵である以上は撃たねばなら。人はそんなものじゃない。イエーイ退避。死んでいった人たちは世界が救われると思ったから死んでいったんです。めっちゃ聞けちゃうんですけど。よしよし、あぶねえ。これほっぽっやっといてよかった。あれ倍にならないの。うんさ、44万だけ超赤字です。さあラストステージ、いや私の中でのラストステージ。お金がたまらない。全然うわがっついですね。見る停止させよう。で、これはチャンスだよ。これは倒す、これはこんなに近くにいていいのかっていうぐらい、やりやすい。対空砲もないし、チャンピオン、エースは、空だよ。
けど、すぐやられるからな。ここ一発でやられるから。だったら普通に。今は迷ってる場合じゃない。やってみます。使い捨てですね。ゼータ。準備はできています。いつでも行けます。ガインジだそう、集中砲火を受けるから耐えられるのを少し入れておきましょう。了解、ゼータガンダム行きます。行くぜよ。僕らの邪魔をしたことを必ず後悔させてやる。人が乗っているのやる。あれは黒歴史の映像でボルジャーノと戦っていた機体。手慣れたパイロットだ。あかん。でも動きは読んだぞ。失敗した。ガンダムの操縦系が僕のスピードについてこられないのか。失敗してる。微妙に射程範囲外。あ、終わった、積んだ、終わった。あがいても無駄なことだ。大佐はあんたよりずっと優しいよ。あがいても無駄なことだ。ガンダムは敵、倒すべき敵。もうこうなったら回収に走る。しまった。しかもジェスターしかいねえ。当たった、お疲れさんでした、大失敗。最低だ。しくったわ。資金回収だけすればよかった。赤字にさらに赤字を。あー、もうどうしようもない。やっちまった。だホワイトドールのご加護はないのか。どうしようもない。しかも 0%。 うわー、回収分も回収でちくしょう。ハゲた、ハゲたわ。激ハゲですわ。もう一回リベンジ。やめようよ。ジャスティは。この日のために。まあここで終わって、あとは回復です。パイロットになったんだ。家を飛び出して。いや大失敗。金が連邦軍のパイロットとして。本当に金たまんねえよな。このコスト高くなりすぎなんだよ。ちくしょう。後半に行けば行くほどお金がたまんない。
じゃあいきますか。てってきてー。強くならなきゃいけないんだ。力が欲しい。誰が相手だろうと引けるかよ。そのやり方はナムさん。まあ、うまく出なかったね。画面キック目だと出ないんですよね。出力最大、一撃で仕留めてやる。これで終わりだ。もっと周辺の動きに注意を向けるべきだな。手強いな。頭を切り替えないと。誰が相手だろうと引けるかよ。こちらカトル、敵を捕捉しました。もはや誰も止められんのだ。こいつ、ここでまとめて進んでもらう。所詮貴様とは価値観が違うようだな。他のチオン兵とは動きが違う。今の EG8 めちゃめちゃ攻撃速度速かった。なんで。大したことはないな。敵施設を破壊しました。お金をよこせ。ギンミーマニー。敵を取らせてもらう。腕を上げたな。うん、まあクリアしたからいいや。勝てたのは運が良かったからか。しっかりとジャスティスミーティは丁寧に戦わないと大変なことになるから。はい、悲しみですね。全然お金が貯まってない。400万切ってやっかんね。ちょいたまる。たまりません。なんか手に入ったよ。デラックスガチャ、チケか。せっかく回しちゃうか。2枚。これ来たんじゃない？レアだよ。スーパーレアだよ、これ。いらねえ。威力が 50% あって、どんだけ ?50 って。まあ、これ、課金ゲーじゃねえか。露骨な。露骨な課金ゲーだぞ、これ。期待をよこせ。防御力課金ゲーですね、間違いないという感じが今ので分かりました。だってあんな出ないからね、3なんて普通のガチャじゃ全く出ないからね。恐ろしいですね。プロビデンスとかも出なかったね、残念。まあ、課金ゲーですから、某プロデューサーの思惑です、これは。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。